this isn't the United States confronting China, that the world is now confronting China. 新たな対話の創設は EU 側の提案をアメリカが受け入れたもので、ポンペオ国務長官は数週間以内にヨーロッパを訪れ、外相レベルによる第1回の会合に出席する意向を明らかにしました。ポンペオ長官は対話の意義について、共有する民主的な理想について話し合い、価値観を守るとしています。その上で、自由か権威主義かどちらかを選ばなければならない、誰も中国共産党によって形作られる将来を望んでいないと強調しました。